はい、基礎ザックです。ご視聴ありがとうございます。今日もまた、レベル250に乗ってます。初めて行動デビューした時も、レンタルしたレベル250を持ったんですけど、今回は私のレベル250です。もう我慢できずにとうとう買っちゃいました。いろいろ悩んだんですけど、候補があって悩んだんですけど、結局はもう一番最初に好きになったレベル250に落ち着きました。でね、まだマニュアル操作とか全く慣れてないので、朝の車の通りの少ない時を狙って練習してます。やっぱりこの一回レンタルして乗ったんで、乗ったことがあるので、もう操作性とかそういうのは割とこう分かってたというか、なので乗りやすさはもう全然問題ないですね。本当にあとマニュアル操作だけですね、多分。今日はたまたまこういい天気なんですけど、なんか9月に入っても台風でもないのに、週末雨が多くて、本当だったらですね、この休みの時に四国カルストに、ツーリングに行こうと思ってたんですけど、ツーリングして、キャンプ、いわゆるキャンツーっていうやつですかね、それを計画していたんですけど、四国カルストの方の天候がもう一つということで、もうかなり前からこう計画してたんですけど、なかなか実行できずに、今回もキャンセルになりましたね。中止です。もうちょっとしたら寒くなるんで、今度はいつ行けるかちょっとわからないですけど、で、これは、限定というか、小型オートマ限定から、中型で、限定解除した時の教習の時にも感じたんですけど、左足でこうチェンジ切り替えるじゃないですか。ペダルの下に足をつま先をくぐり込ませて上げるっていう。で、私それまだ、まだ時間も経ってないですけど、全然慣れないんですよね。なんか今履いてるこの、ブーツのせいもあるんでしょうけど、つま先がこうすごく入りにくい。これはどうしたもんかというちょっと悩みを抱えております。バイクに乗られている方からしたら、250って、って感じなんでしょうけど、ハンターカブに乗っていた私からすると250でも、もう全然スピードが違いますね。知り合いに言わすと、いずれまた大
大きなバイクが欲しくなるよとは言われるんですけど、まあ確かにそうかもしれないんですけど、本当はねこの、レベル250の、まあ、よく言うのが紹介とか、まあ、あの乗った感じとかご紹介したいなとも思っていたんですけど、まあ、私そんなバイクに詳しいわけでもなくて、まあハンター株以外乗ったことがないのであんまり偉そうなことは言えず、まあ強いて言うなら、まあ、足つきだけは抜群にいいですよっていうことしか言えないんですけど、まあね、スタイルとかも好き好きがあるでしょうし、まあ、また、次の機会に、このレベル250に決めた理由について、まあ、ご紹介できたらなとは思うんですけど、ということで、まあ、なんかわけのわからないグダグダな動画になりましたけれど、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。